を打ち払ってきたさ。そこに整えると、妙に攻め寄せたことだ。特にとても効果を放つ。前へ進もう。戦が終われば、また笑い合える。第4話、姉川の戦い。明日を信じて、戦い抜く。信長の犬間に織田軍を片付けるのじゃ。承知いたした。それがしに任せてくだされ。長政様、私もお手伝いします。攻撃開始。これは、触れれば爆発する罠か。皆気を力に。さては詰所から流しているな。川にある敵詰所を全て押さえ罠を止めるぞ。織田に敵するなら、答える道は一つです。朝倉本人を狙え。守りを固めろ。思いを力に。危なくなったら、それがしが守る。大変な気を握らせていただきます。突き進め。で信じる道を。まだ敵はおるぞ。次を頼む。次へ。はい、ここからが勝負。共に勝ち進みましょうぞ。最後行くぞ。よし、かかっと振りもらった。振り締めて。長谷さん、はよはよ助けよ。開門。神田平八郎様が突き進んでいる。参るかの守りを固めろ。信じられて、あの忠勝が恐れておるたと。
皆攻めよう。三河武士の粘り腰見せるのだ。進め。織田を敵に回し朝倉に使われ、なおもくじけぬ信念わしが見定めも。もはやこれまでなのか。地獄はこれからだ。我が本陣をしかと守る。織田本陣を攻め上ります。見知ったか。開門。長政様は必死で戦っている。なら位置も進め。いけない。位置を止めなきゃ。打ち取ったり。長政様、輝いておられる。ここで果てるわけには参らぬ。それは長い救援を感謝いたす。見知ったか。ここまでか。撤退せよ。耐えてたといない。思いを力に。ただ信じるがままに生きている
が来るまで粘るのだ。この後必ず応じましょうぞ。は修羅進め、あがけ、そして信長を楽しませよ。イチ、大丈夫か？どこも怪我はないな。はい、長政様。どんな辛いことも二人なら乗り越えていける。必ず。みんな喜び、輝かしい勝利だ。